四川王地震、四川王地震、四川王地震、四川大地震は、中華人民共和国中西部に位置する四川省阿波、チベット族ちゃん族自治州、川県で現地時間、CST2008 年5月12日14時28分、アトック6時8分に発生した地震のことである。中国地震局は、川地震、ウエンチュアンビジェン、ンン地震、という名称を基本として、 広域名の四川省や地震規模を組み合わせた四川川発展霊級地震とも呼び、中国国内の報道などでは歴史的事件の名称でよく用いられるような発生日に基づいた512大地震とも呼んでいる。また四川大震災などとも呼ばれる。この地震は四川盆地の北西端にあって北東から南西の方向に走る氷上断層、 断層面が水平に近い逆断層が動いた。結果として起こったと見られている。この断層は、流門山脈の下を走る流門、山断層、ロンメンシャン断層、流門山症状断層帯、ロングメンションスラストゾーンと呼ばれる、長さ約 300km の断層帯の一部だと見られている。地震が発生した、この付近は、標高 5000m 級の山が連なる。 チベット高原から標高500メートル前後の四川盆地へと急激に標高が低くなる地帯であった。このような急な地形が形成された要因であり、この地震の要因でもあるのがこの付近で活発な地質活動、流気、進行、地震といった大地の動きの総称である。インドア大陸などが乗ったインドプレートは1年間に数センチメートルというスピードで北に動いていて、 中国をはじめとしたユーラシア大陸の大部分が乗ったユーラシアプレートを強く圧迫している。数千万年前から続くこの動きによって元々あった山海や可海が隆起してヒマラヤ山脈やチベット高原といった高地ができた。このプレートの動きは現在も続いておりヒマラヤ山脈やチベット高原は強い圧迫の影響を受け続けている。この影響は チベット高原の北部では北方向への圧縮、道高原の東部では東方向への圧縮となり、四川盆地の西側でも東方向へ近くが圧縮されている。また GPS 測地によって新たに考案されたプレート区分においても四川盆地の西側は南方向に動くラシアプレートと南西方向に動くヨースコープレートの境界部分にあたる。四川盆地の西の円は 何らかの理由によりその圧縮の力が集中していると考えられている。このような条件の下で、四千本地生園には活構造ができ、地形も急になった。四千本地生園の活構造は、皇帝断層帯、潜水が、サザエ断層帯。厳密には、四千本地生園の活構造に属するのは、断層帯の南東側半分のみ、や竜門山断層帯といった。 多数の断層を有している。また、龍門山断層帯は、構造地質学上、アルプスヒマラヤ作り山帯とヨース港卓上地、シナ地海の一部の境界部分に位置している。この地域は、寧カ海賊自治区、関縮省東部、四川省西部、雲南省に連なる南北地震帯の中にあり、古くから地震の多い地帯ということが知られていた。 1933年8月25日には、今回の地震の震源から北北東に約1 1 0キロメートル離れた地点、シゲル県を震源とする M7.5 の地震、シゲル県地震が発生。1958年2月8日には、北川県で M6.2 の地震、北川地震。1960年11月9日には、松阪県で、 M6.8 の地震、松藩地震、1970年2月24日には、大有権で、M6.2 の地震、大有地震、1976年8月16日23日には、M7.2 の地震が2回、松藩、平武市地震発生するなど、龍門山断総帯の周辺で発生したものと、見られる地震は20世紀だけでも、多数ある。また、 竜門山断層帯に Y の字型に接している高帝断層帯でも同じように地震がたびたび起きている。ただし、竜門山断層帯の周辺で発生した地震は、いずれも竜門山断層帯で発生したものではなかある研究では平均変異速度は1ミリメートル、1年以下と非常に動きが遅く1000万年前以降はほとんど。 活動していないとされており、かなりの長期間にわたって、静音期に入っていたと見られている。今回の地震は、この静音期の終わりを告げるものであり、従来の地質学では、古い断層、活動していない断層とされている、モ門山断層帯で地震が発生したことは、衝撃を与えた。また2001年11月14日の、チベット北部の地震、M8.1、 2002年のアフガニスタン北部の地震 M7.42004 年のスマトラ島沖地震 M9.12005 年のスマトラ島沖地震 M8.6 やパキスタン地震 M7.62006 年のジャワ島南西沖地震 M7.22007 年のスマトラ島沖地震 M8.52008 年の新疆ウイグル自治区の地震 M7.2 など インドプレートとユーラシアプレートの境界地域で地震が頻発していることからこの地域が地震の活動期に入っており、向こう20年程度は大規模な地震が続発する恐れがあるとの指摘もある。北京、上海、香港など北部の国立交渉、吉林省、新疆をウイグル自治区を除く中国本土のほとんどの地区や台北、バンコク、 ハノイなどで体に感じる揺れが報告されている。このように、広範囲で揺れが観測された理由としてこの地域が、ユーラシア大陸の強固な岩盤の上にあって、地震波が減衰しにくいこと、震源が浅く規模が大きかったため、水平方向に伝播しやすく減衰しにくい表面波、レイリー波が強くなったことなどが挙げられている。日本の長野県にある気象庁精密地震観測室、 現、気象庁松代地震観測所では15時41分、18時10分、20時40分、いずれも JST の4回にわたって、表面波を観測し、表面波が地球を二周したことが分かった。また、東京大学地震研究所は、防災科学技術研究所の交帯域地震観測網、カイネットが捉えた地震波形の解析結果から、 地震波が地球を6周したと発表した。名古屋大学の山中良子准教授の解析によると、地下の断層は長さ約 120km キロ、幅約 40km にわたる範囲で大きく動いたとみられ、1995年の阪神・淡路大震災を招いた断層は長さ40から 50km とみられることから、今回の断層は長さで2倍以上。 地震のエネルギーは約20倍に相当すると見られるという。また、筑波大学の八木雄二准教授らは、長さ約2 5 0トルにわたる断層が2段階に分けて動いたとする分析結果を出している。地表近くで最も大きくずれ震源近くでは地表に約7メートルの段差が現れているとられ、地震の破壊力は阪神大震災の30倍にもなるという。 断層の中に特にズレが大きい場所が2カ所あるとしている。余震は長期間続き、5月22日までに782回観測されている。中国地震局は24日までに M4.0 以上の余震が173回、そのうち M5.0 以上が27回、M6.0 以上が4回あったと報告した。8月30日午後4時半。 日本時間同5時半ごろ、雲南省にほど近い四川省、吉枝花市と両山遺族自治州の境界付近を震源とするマグニチュード6.1の吉枝花地震が発生、死傷者は600人以上で100万人以上が被災した。5月の大地震と同じ断層の南端のずれに起因するものの余震ではなく別の地震と見られている。地震によって道路や電力、 水道、通信などライフラインが寸断された。2008年7月22日、中国民政部の報告によると、現地時間21日正午現在までで、この地震による死者は6万9197人、負傷者は37万4176人に、上り、1万8222人が、なおも行方不明となっている。14日時点での発表によれば、 家屋の倒壊は21万6千棟、損壊家屋は415万棟である。中でも、学校校舎の倒壊が、四川省だけで6898棟に上り、校舎倒壊による教師と生徒の被害が、犠牲者全体の1割以上を数え、学校建築における、耐震基準の甘さと手抜き工事の横行が指摘された。11月21日の四川省副知事による、 発表では、生徒の死亡者数を19,065人とし、これは9万人以上とされる死者、行方不明者全体の2割を超えている。国際連合の国際防災戦略、ISDR は、死者は87,476人としている。地震により避難した人は、約1,514万7,400人。 被災者は累計で4616万865人となった。震源地の永州鎮の死者、行方不明者は全人口1万人の約8割の少なくとも7700人に上った。また、都公園市を流れる民港の上流にある紫壺ぼダムなど複数のダムに亀裂が生じたり土砂崩れによって川がせき止められて、 地震庫が生じるなどの被害が確認されており、ダムの緊急放流や下流域からの避難を含む対策が取られている。多くの観光客が訪れる地域で起きた地震であったため、文化財などにも大きな被害が出ている。例えば、都公園を建設した府市を祀った二王廟では、山門の一部が倒壊し、本堂にも被害が出ている。また、 高油市の利白急遽も山門が全壊し、建物も一部が損壊した。救済溝においては、救済溝地域そのものや救済横領空港への道は大きな被害がなかったものの、生都市から乗り路西回り国道213号、東回り省道205号が甚大な被害を受け通行不能となり、空路のみとなった。道路復旧に難航したが、 2010年11月に国道213号の復旧により従来通りの陸路が全面回復した。西安市郊外の平和洋港でも7体の平和洋が損傷した。被害者の救済のための寄付金と称する詐欺事件が発生している。また、中国クレナイ十字会、赤十字社のサイトが不正侵入による改ざんを受け、 義援金の振込先を別の口座番号に書き換えられる被害が出て、地震発生の数日前から複数の広島に異常現象が観測されていたことが明らかになっている。5月18日までに武装警察部隊や人民解放軍など15万人近くが現地に動員された。温家法総理は即日被災地入りし、地震対策本部を設置するともに被災地で、 人頭指揮をとっている。また、震災5日目には、古近東闘争初期も、震災地の視察を行った。中国公安部はデマを流したり、先導を行ったりする者には、厳しい対処を行うと通知している。またネットでは、専門家が、今回の大地震を予報したが、中国の地震局がこれを無視したとの発表もされた。四川省めん市にある、 地震発生時刻を指して止まった、時計塔はそのままの状態で永久保存されることになった。最も被害のひどかった北側は、町の再建が不可能と判断し、住民全員を移住させ、町全体を地震教育基地として保存することになると言われている。5月18日、中国国務院より19日から21日までの3日間は、 全国哀悼日と制定され、中国国内の他海外の中国大使館などで反旗が掲げられ、この地震による死者に脅意を表した。これは、中国の歴史上、初めて自然災害による死者のために天安門広場で反旗が掲げられたことになる。また、全国の映画館や劇場などの公共娯楽施設の営業が禁止された。 全国哀悼日の初日である5月19日には、地震の発生時刻である14時28分に、全国一斉に3分間の黙祷を捧げた。電車、船、車などは汽笛を鳴らし、防空警報も鳴らされた。この模様は、中国全土に生中継され、夕方のニュースでも、大々的に取り上げられた。この全国哀悼日の期間、各地で、政府機関や学校、 または市民らの自発的な行動により、募金活動やろうそくを使った追悼集会などが行われ、市民らが中国カ油、四川カ油、と声援を送る様子が震災特別番組にて繰り返し流された。2009年3月2日、中国民政部により四川大地震発生日である、毎年5月12日を、と制定された。国民の防災意識を高め、 防災に関する知識を普及するのが目的。一年目となる2009年には、四川川県栄州人にて、中国共産党総書記である、胡錦濤や、国務院副総理である、李克強らが参加する追悼式典が行われた。また、中国各地でも、追悼式典や、防災訓練などが行われた。北京オリンピック組織委員会は、中国各地で行われる聖火リレーでは、 リレー開始前に1分間の黙祷を行い、関連イベントも縮小すると発表した。だが、地震発生翌日の13日に行われた、福建省流岸市でのリレーでは、スタート時に黙祷などの犠牲者を悼む行事は全く行われず、ネット上には、我々、中国人には、良心のかけらもないのか、聖火礼をやめ、節約したお金を、 救援活動に回すべきだといった批判的な書き込みも多数寄せられた。地震直後には、リレーの日程自体やコースは変更しないと発表していたが、地震発生から1週間目に当たる5月19日から21日までは、追悼のため一時中止した。また、6月中旬に予定されていた4川省内での、リレーは8月の開会式直前に延期。 チベットでは3日間の予定を1日に短縮した。義援金について便乗した、詐欺、常述が発生した他様々な事件が起きている。中国のテレビ局中国中央電子街、CCTV は被災地への支援を国民に呼びかけるキャンペーンを行っているが、このテレビ局が14日に全国放送のニュース番組新聞連覇の中で 聖火リレー中にナーラに募金を宣言する際に募金活動のやらせが発覚しネット公開されていた同ニュースの該当箇所が削除されるなどの事件も起きている CCTV はこれを編集ミスにより記念撮影が義援金の募金の場面として放送されたものでやらせや偽善ではないとして視聴者と撮影されたランナーに謝罪した関東省の中学校では募金活動でも やらせが行われ、その現場をビデオで隠し撮りした生徒が、これは私がこれまでに見た史上最も恥知らずの募金行為だと語っている。中国内のネチズンの一部により、本来善意で行われるはずの義援金の額が少ないとして外資企業を非難するといった行為もなされ、義援金の額が少ないとしてケンタッキーフライドチキンの店舗などが襲撃される。 事件も発生した。また、中国商務部により、義援金の支払いが遅れている外資企業名を公表し、支払いが催促されるということもあった。なお、義援金は約767億元。報道時点のレートで約1兆600億円集まったが、そのうちの約8割が政府の税収となったとの指摘がある。5月19日から21日までの 全国哀悼日の間は、通常の番組及び商業広告が禁止され、CCTV や地方局制作の震災特別番組のみが放映され、通常左上にあるテレビ局の表示もモノクロで表示された。以降、おスローガンに7月24日現在でも、地元支線のテレビ局を中心に、震災関連の番組が放映されている。 5月19日、北京にてこの地震をもとにした、新刊世界的なのかが、CCTV-1 のゴールデンタイムに7月16日から全14話で放映されることが発表された。その後、各地方テレビ局でも放映された。ポータルサイトである Yahoo 中国、香港、Google、新郎網なども、モノクロトーンの画面へとデザインが変更された。また、 5月19日の目標の期間中、Google のユニークアクセス数が通常の10分1になったという。中国、香港、台湾の新聞各紙も白黒のみの構成になり、テレビ番組や芸能ニュースなどは全くなく、この地震関連のニュースで紙面が埋まった。日本政府が追加支援物資を送る際に中国側より、 航空自衛隊機による輸送でも構わないとの連絡があり、政府も前向きに検討した。しかし、中国国内で援助には感謝するが、日本軍自衛隊の飛行機が入るのは困るなどといった否定的世論や地震よりひどいニュースといった批判などが中国国内に現れ始めたため、自衛隊機による輸送は見送られ民間チャーター便で支援物資が輸送された。 中大関係を改善しようとするバイエー級では台湾の大陸に対する人道支援で進行が深まった。芸能界では日本でも人気がある男性歌手シューマサルリンと女性歌手のサイイリンなど台湾を代表する歌手らがな、らげた。独立志向の沈水編も人道支援に踏み切った。台湾からの義援金はズバ抜けて多かった。 国務院台湾事務弁護室の陳雲林は台湾各界は同胞の骨肉の上から義援金や物資を寄せ国民党は直ちに共産党中央に見舞いを送った被災地を代表して心から感謝すると表明紅白をの大陸訪問は台湾海峡両岸関係の平和的発展を促すと述べた歌手のアランがチャリティーソングの幸せの鐘を配信し 売り上げ409万円を全額赤十字に寄付した。2008年5月25日、アメリカ人女優のシャロン・ストームは、第61回カンヌ国際映画祭において、香港のテレビ局の取材に対して次のように発言した。この発言により、香港及び中国国内で非難が紛失し、台湾人女優の井野うは、中国人は彼女に抗議しなければならない。 香港人の俳優のサムハン・キンポーは S ・ストーンにビンタ食らわせた。などと激怒し、チャンツィーや・チョーマンや長万玉ら中華圏を代表する女優も非難した。インターネット上では、ストーンの出演映画や中国向けの広告等を務めているクリスチャン・ディオールの不買運呼びかけの書き込みがなされた。ストーンは29日に謝罪声明を出したが、ディオールは中国向けの広告中止を決定した。 地震発生直後から各国で支援団体による義援金募集や民間団体の該当募金などが行われている。福田首相は12日、四川省の大地震を受けてお見舞いのメッセージを送った。その中で日本政府としてできるだけの支援を行う用意があることも表明した。しかし13日夜、中国政府は要因の派遣は当面必要ないと正式に 連絡してきた。また、日本の民間団体も支援に乗り出そうとしたものの中国の中央坂総領事館に外国からの支援は受け付けてないと跳ね付けられる一幕もあった。その後、生存率が極端に低下する地震発生から72時間経過後の15日、日本政府が派遣する救援チームを受け入れることを中国は発表した。 ここではこの国際緊急援助チームの活動について記載する。これらの活動に対し日本大使館に市民からの感謝の意思が多く寄せられたり、新聞やウェブサイトには日本の援助隊を高く評価する記事が掲載されるなどして中国国内での世論も反日ムードが一転して比較的に好印象なイメージを与えたと報道されているが中国ネット内 BBS の 最も忘れてはならない9カ国には挙げられなかった。7月8日、北海道で行われている東野湖サミットのため来日した胡近藤主席は救援隊の代表に会い、中国国民を代表して日本政府と日本国民に心から感謝します。また、中国国民は永久にこのことを心に刻み続けるでしょうとスピーチした。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。